はい、こんにちは。すしチャンネルです。今日はですね、ウランジさんからこちらの LED ビデオライト、ポチりまして届きましたんで、早速ご紹介したいと思います。YouTube とか TikTok とか、メルカリの物販とかして撮影の時に照明が必要な方、めちゃくちゃ便利です。あと私がやってる不動産エージェント。物件を取りに行った時によく照明がつかないとか、電気がそもそも来てないとか、いう時に撮影ができないんですけども、このバッテリー内蔵 LED ライトがあれば、そんな時でも全く問題なく撮影することができます。それでは早速行ってみましょう。今までね、このようなリングライト、安いのがあるじゃないですか。これって USB、電源がないと使えなかったり、あとモバイルバッテリーとか用意しないと使えないからめんどくさいじゃないですか。でもこれがあるとバッテリー内蔵してますので、どこでもさっと取り出して使うことができます。では特徴ですね。特徴はウランジ LED ビデオライト RGB 撮影用ライトということで、15W、10インチ、2500ケルビンから9000ケルビンですね。無段階調光が可能ということになってます。266個の高炎色性 LED を採用ということで、 0.5 メートルで550から750ルクスの明るさとなっております。輝度、色温度調整、2500から9000ケルビンの調整をすることができます。白っぽい色とかね、暖色とか調整することができます。そして8000mAh のバッテリーを内蔵してますので、一番マックスの最高輝度で最長4時間。フル充電時ね。使えます。フル充電には4時間かかります。そしてマックスの明るさで4時間使えます。そして最小輝度で12時間使用可能ということで、めちゃくちゃ長いこと使えますよね。そんな4時間も使うことないんですけど、USB Type-C で充電が可能となっております。充電しながら使うことも可能だということですね。で、そこに4分の1の三脚を取り付けれるネジ穴もついてますので、まあ、三脚にこう立ててもいいですし、このようなね、クリップ付きのこういったものに取り付ければ、どこでも挟んで取り付けることが可能となってます。これ便利ですよね。ということで、明るさ、早速見ていきたいと思います。こちら、スイッチポチッと押したら、一応ね、液晶の画面がありますので、操作ができます。9000ケルビンで 100% の明るさですね。ほんでから RGB ライト、いろいろ色をね、変えることができます。まあこれ 100% じゃなくても、結構ね、100% じゃなくても明るいんですよ。一回部屋暗くしましょうか。これで 80%。はい。どうですか？めっちゃ明るいでしょ？9000ケルビンで 80% の明るさとなってます。はい。こんな感じです。これだけでも結構ね、明るいんです。なので、夜にね、物件撮影行った時に、これだけで撮ることができます。大きさが10インチです。そして重さ 0.48kg ということで 480g で、厚みが 19mm ということで、まあ、軽いタブレットですね。タブレットを持ち運ぶ感じでカバンの中に入れておけますので、めちゃくちゃ便利。これ 12.9 の iPad と比べたら分かると思いますけども、軽いんです。ちょっと分厚いですけども軽いんですよね。そして液晶もついてますので、これをカバンに忍ばしとけば、不動産屋さんはもう安心、電気つかなくても撮影することができます。はい。なのでめちゃくちゃこれ買ってから仕事がはかどっております。おすすめです。YouTube の撮影とかね、TikTok とか、あと物撮りする方、メルカリの物販とかね、されてる方、ぜひともこれチェックしてみてください。5980円の 15% オフクーポン発行されてますので、もう一個ね、小さいタイプもあります。これは3735円で売られてます。それでも結構ね、明るかったんですけども、マックスもうちょっと明るいやつが欲しいということで、もうちょっと大きい、この10インチタイプを買いました。なので、両方ね、概要欄に貼っておきますので、最後、残念な点は、ディフューザーが付いてないんです。この小さい3735円の商品には、シリコン製のあの白いカバーみたいなね、光を柔らかくするディフューザーが付いてたんですけど、これも付いてるんかなと思ったら、付いてなかったんです。それがちょっと残念です。ディフューザー付いてほしかった。それが付いてなかったのがちょっと残念。あとは問題ないんですけども、ちょっと作りがね、プラスチックでちょっとチャッチー作り。そこだけがちょっと残念ですけども、まあその分軽いんで全く問題なく使えます。なので今こういったリングライトでね、撮影されてる方、電源のコンセントとか気にしなくていいので、このオランジビデオライトぜひチェックしてみてください。これ買ってめっちゃ撮影が楽ちんで始められるようになりました。このようなね、クリップとか三脚に取り付けて撮影できますので、まあもちろんこのまま持ってすることもできます。はい。ということで今日はウランジの LED ビデオライト、こちらの商品のご紹介でした。このチャンネルでは健康、お金、ガジェットに関するトピックスを今後も上げていきますので、まだの方はチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。